こんにちは、ゆうです。バーザーのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。今日誕生日の方は、パズドラです。はい、今撮影日時点で2月20日火曜日。はい、パズドラ12周年です。12周年ですね。はい、はい、相変わらず噛むわ。はい。でね、ちょっとね、久しぶりになっちゃったんですけど、若干ちょっと体調崩してたのもあって、あとその撮影環境変わったっていうのコミュニティに書かせていただいたんですけど、19、はいはい。昨日ちょっと引っ越して、はい。ちょっとまだ何もないように見せかけてめっちゃ段ボールあるんですよ、こちらへんに。で、今日ね、無課金サーバーか芝居の窓やっていきたいと思います。これ言ったかも忘れました。はい。はい。今日の0時から、極悪の称号ですか、してるんですけど、はい。昨日ね、動画撮ってる時間なくて、この芝居沼のね、せっかくならね、動画でガチャ引きたいと思ってたんで、こちら置いてあるんですよね、12周年ごとです。フューチャリング、初音ミク、5連、はい。置いてあるんで、まあ、今日、もう簡単に、もう僕もさ、久しぶりに動画ね、YouTube の動画作るんで、はい。刀、ガチャ動画、いきます。まずはね、無料から引きたいと思います。これ、メガネの話しましたっけ？ちょっとメガネ、ちょっとね、もう、画面触りすぎて、ちょっとね、もう、ちょっとどの方じゃなくて、濃いめのブルーライトカット入ってるんですよね、これ、はい。で、UV カットも入ってるっていうね、はい、もう、日焼けもバッチリやし、PC の画面もバッチリやし、なんで、なんでこれ喋りながら回しちゃったの？そう、あれはクリアしたんですよ、殺したの。あんたです。違うね、覚えれてへんの全然。あるでしょ、こと。ホルス君、おい、ホルスの鳴き声キーいますよね。なんか、あ、ローレンス、いつも名前間違えるから出てきはった。はい、それだね。ユーザー情報、購入歴、無料配布。もちろん131個ですよ、無料。はい。こんだけ配られたら、配ってくださったらね。はい。それでね、フューチャリング、初音ミク、12周年。ちょっと、順番前後してますけど、言うの。はい。久しぶりなんでね、こんな、ま、生放送ね、クマさんのでやらせていただいたんですけど、見事にね、百花繚乱には土はつけれました。はい。びっくりした。ちょっと動くか、びっくりした。ちょっと待って。僕ね、生放送見守る配信みたいなのやっといて、全然自分が見守れてないんですよね。今日からね、悪魔チャレンジ、じゃあ極悪チャレンジとか知らんくて。で、慌ててガチャ動画撮ってるんですよね。はい。極レグスと、ノバ、ゴーテン。はい、ここが出たら当たりですね。はい。ほんま、結局ね、11周年、僕、その、11周年を記念とするようなフェス限あれですね、ウルトラだけやったんで、はいはい。かもか。一応ね、ゲーム音はちょっと今回オフにさせていただきます。クリス、初音のミクさんかと思った。はい。初音のミクさんって、その脳いらんで、ね、なんかそのね、ヒカルのこの藤原のサイみたいに言わんでね。よし。OK。もうダイヤばっかり。よしよし。さあ。12周年はね、さすがにウルトラじゃなくてもね、一世代前どころじゃない最強キャラですね。はい。キャロって。モーさんが引いたんか。これ全部突っ込んでええんかな。ほんま。さっきから闇メタしか見てへんねんけどね。さあ。これはね、これでシェアとなったほんまちょっと疑うよ、自分のガチャの。メリニス持ってへんかったんちゃうかな、これ。ねえ。初ゲットやん。しかも今ちょっと回復ドロ鏡、結構ね、ちょっと回復ドロ鏡要員がいないんで、ね、超高度ということもあって、これ回復ドロ鏡の方ちゃうけどね、見てる方。いや、ちょっと待って。ちょっと組み受け怪しすぎひん？怪しいよ、だいぶ。ちゃんと固まってくれてるけどね。今回フェス限はちょっと出てくださってるんですけど、はい！
や、まあ、まあ、確かにいいと思うんですけど、旬の S 言、まあ回復努力をね、超高度なんでね、次悪行やったっけ、強縁やったっけ、ちょ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 、極悪、はい、それでは、あと8回、眉毛ちゃう、眼鏡がね、あのこれね、めっちゃカットしてくれるんですけど、ここをね一回踏んじゃってゆるゆるで、あの初音のミクさん、そんなそんな思ってたっけ、初音のミクさんループできるやん、よし、あと7回ですね、はい、後ろ寂しいんですよね、背景がなんかまだ、あ、初めてフェスゲンじゃなかった、バステと今日発音歌詞があかんわあかんわ、ちょっとあれですよね、鍛錬やったっけ、試練か、うん、よし、じゃあ行きましょうか、これね動画上がってるのでちょっと生放送もな、回線安定安定滑舌も安定して、ちょっと待って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 、メイファンでしょこれ、覚えてるんですよ、メインファンはまあまあいいかもね、はい、あの回線安定しないんで生放送がちょっとしばらくできないっていうことで、もう最悪あれかな、ちょっとカラオケのお世話になる、ちょっとなんかお仲間的な感じのポジションのキャラね連れてこんでいいねんけどな、あともう4回やん、マジか、ちょっと厳しいでこれね、これ終わったらあれね、ちょっとよし、ちょっとごめん、ただ画面がフリーズしたらいいかと思った今、2体目持ってたっけ、芝居のまで、サフィーラで極悪いけますか、極悪いけますか、むしろなんか僕のこの感じの方が極悪っぽいけどね、はい、あと3回ですね、はい、よし、はい、よし、固まってきましたね、卵がやっと茹で上がって、何体も同じキャラ出た、この11回か、今闇メタ少なくとも2体出てるでしょ、ローレンスさん、ローランドさんやったっけ、ローランドさんも無料化含めて出てるでしょ、かぶりすぎやろ、待って、ほんまあの12周年を記念するというキャラが、レイランはちょっと前のなあって言っても前の代表キャラみたいなとこあるじゃないですか、うん、ラスト、マジでラストね、あまりもので言いたくないですけど、もう最後の一滴ですよ、はい、これに全てを、よし、あ、そうか、ダイヤ、あ、いや全然さ、前もってよしって言ってたら、もう OK にしよう、ちょっとミスった、あの光の竜かと思った今、ガテン様やんこれ、普通に、ちょっと結果見ていきましょう、一応見させていただきますと、この初音のミクさんコラボのキャラとから始まって、メタ2体でしょ、メイリス2体でしょ、ローランドさん2体でしょ、それ18回引いてアテンさん締める、あまり12年要素が感じられないですね、これなんかちょっとほんまにどうしよう、極悪どうしよう、身だしなみだけもっといかつくして極悪っぽくする、きついなこれ、それではね、あのちょっとね最後に僕柴犬丸的にもね、あの交換っていうか、あのこれあるじゃないですか、2の牌ゲットしました。ゲットしました。じゃあクリアしました。はい。選んでゲット、フェス限定プレゼント。芝居に丸的に。
選んだキャラがおりますので、それを最初にね最後にね獲得して終わりたいと思います。選んだキャラはこの方です。カモン。はい、朝ドラですね。やっぱね、多色好きなんでね。でこのガングリュウ三兄弟ね、出たじゃないですか、この前。覚えてらっしゃるかな、もう。出たんで、ちょっと組み合わせやすいということで、今回ガチャドラさんに来ていただきました。僕は、柴犬丸は。やっとや、やっと多色のちょっと強いキャラ出ましたね。ちょっとガードブレで。まあ、赤さ持ってるとは言えね。オリジナルのやっぱ強いキャラも持っときたいということで、今回ガチャドラさん選ばせてもらいました。 BGM はい、鳴ってますけど聞こえてません、僕は。はい、よーし。はい、今回はねこの感じで、はい、お開きにしたいと思います。はい、見てください、皆さんありがとうございました。ね、まだ極悪チャレンジね、ちょっと僕ね、メインアカウントでルシファーのねパズル教室でね、売買されてるんですけど、はい、ちょっと頑張ってね、鬼の宮さん杯、投手さん杯と極悪ね、もう この画面が絵面が極悪人っぽいですけど、はい、ちょっと名実ともに、はい、柴犬丸も極悪の柴犬になるにね、頑張りていきたいと思いますんで、はい、ちょっとまあ配信はちょっとできないかもしれないですけど、頑張って動画で収めていきたいと思います。あ、12日あるんか。12日だとちょっと生配信最悪間に合うな。はい。そんなないわ、もう。はい。ただ、この辺で、ね、今回お開きにしたいと思いますので、見てくださった皆さん、ありがとうございました。ね、12周年目も、何卒、柴犬丸を、ね、柴犬丸だけじゃなく、はい、僕自身も、お願いいたします。はい。それでは、今回のお相手は、私、ゆうでございました。それじゃね、バイバイ。